はい、いらっしゃいませ。福島シュートのアイスクリーム屋さん。じゃあそれぞれ選んでいきたいと思うんですけど、まずはクッキー&クリーム、クッキー&クリームは皆さん見てください。僕の衣装と似てますよね。クッキー&クリームだから、まずこれを選ばさせていただきました。はい、じゃあ2つ目は何にしようかな。 OK、 チョコミント。チョコミントはですね、最初は甘いんですけど、後から爽やかな後味が残るじゃないですか。それと同じように僕は散歩するのが好きなんですよね。それで散歩しながら、まあ、きついんですけど、終わった後は本当にスカッとする気分を味わえる、本当にチョコミントのような気分なので、本当にこの秋だったり冬だったり春だったり夏だったり、どの季節でも皆さん散歩するとヒーリングにもなります。本当におすすめです。皆さんもぜひ一緒に行きましょう、散歩。はい、そして最後に僕が好きなビターチョコレート。はい、僕は本当にチョコレート好きなんですけど、苦いチョコレートを小さい頃から大好き で、これに関してもエピソードがあるんですけど、小さい時にお母さんと一緒に、そのお母さんもブラックチョコレートが好きで、僕もビターブラックチョコレートが好きなんですけど、それで一回花札をかけて勝負をした、そういうエピソードがあります。僕が本当小さい時から花札だったりトランプだったり、そういう、なんだろう、そういう遊ぶことが本当に大好きだったので、お母さんといつもトランプだったり花札を勝負して、で負けたら一回泣いて悔しがって、もう一回やろうってお母さんにしがみつきながら、そういう苦いエピソードがありますね。苦いし甘い、そんなエピソードがあります。そして負けたら毎回布団を敷かなきゃいけなかったんですよ。お布団を敷いて、そこで川の字になってお父さんと僕とお母さんで3人で寝るっていうのが小学校6年生まで続いたんですからね。それのエピソードです。この3つ、皆さんどうでしたか？皆さんもここにあるので考えて見てみたら面白いんじゃないかなと思います。以上、福島シュートのアイスクリーム屋さんでした。バイバーイ。